はい、わっさー。琵琶湖ガイドなすびです。よろしくお願いします。YouTube 更新的には7月の11日の、火曜日ですね。7月と11日の火曜日が、関さんと菅原さんと佐藤さんに遊びに来ていただきました。2日目でしたね。はい、初日は、ホッコで1日展開していたんですけど、まあ、2日目ということで、初日はホッコだったので2日目は南湖で展開をしていきました。で、南湖のアウトサイドエリアで、菅原さんがカバースキャットでナイスバスを釣っていただきまして、まあ、そこからパンチショットをやりに行って、やっぱ関さんがねピッチングがとても上手くて、関さんにリバウンドスティックの 10g のパンチショットをで2発、食ったんですけど、1発がねミスっちゃって、1発がキャッチできて、それがナイスパスでした。で、夕方最後北港に行きまして、少し沈み物を狙っていくと、菅原さんにナイスパスが釣れて、その日は終了ということになりました。関さん、菅原さん、佐藤さん、7月の10日と11日2日間ありがとうございました。年に1回のバス釣り、年に1回の釣りをナスビガイドに遊びに来ていただきありがとうございます。また来年もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい。で、昨日が1日お休みで、昨日ねすごい雷雨がねひどかったですよね。もう稲妻もたくさん見えたりとか、本当に、皆さん無事だったんでしょうか。古城はね半端なかったと思います。昨日はねナスビガイドお休みだったんですけど、結構ねハラハラドキドキと、僕は見ておりました。で、本日のナスビガイドは高谷さんと向井さんに遊びに来ていただきました。今日がねマック3回なんですけど、マックさんは今ちょっと自宅で、ゆっくりと体を休まれているということで、マックさんが来れない中、高谷さんと向井さんに遊びに来ていただきました。お二方ありがとうございます。高谷さんは東京から、向井さんは兵庫県から、遠いところから本当ありがとうございます。高谷さんは5月にマックさんと一緒に来てくださった方で、で、向井さんはナスビガイドに、もう数年前からずっと僕が初期の頃から来ていただいてる、超常連ゲストさんなんですけど、まあ、そんな高谷さんと向井さんが初めましてから、スタートした本日なんですけど、雷がねひどい予報だったので結構ねドキドキとしていたんですけど、まあ、結果的に、雨がね強いだけで雷は大丈夫な一日になりました。ただ雨がね強かったですね。で、今日はね一日なんやかんや北にいましたね。沈み物を狙ってたんですけど、ね、なかなか釣れなくて、で、ちょっと別のエリアでダウンショットを投げると小バスは反応するみたいな感じで、で、夕方の最後の最後に、向井さんがね、ナイスバスを釣っていただきまして、それで終了となりました。高谷さんはね、カバースキャット初挑戦ということで、まあ、なかなかね、根がかりとかも多くて、慣れない中、一日やっていただきありがとうございました。で、クランクもやったんですよね、クランク。結構ね、濁りが入ってたので、クランク、向井さんのね、コリガンマグナム450でね、ナイスバスがね、食ったんですけど、ミスっちゃったりとかして、結構惜しい展開はありましたね。はい。まあ、そんな一日でした。7月の13日のお話でした。高谷さんと向井さん、一日ありがとうございました。明日は W さんが遊びに来てくださるので、とても楽しみでございます。はい。というわけで、この2日間、7月の11日と13日のお話を簡単にお話ししました。はい。ナスビガイドは、現在も募集しておりますので、下の概要欄からぜひチェックよろしくお願いします。というわけで皆さん最後までいつも聞いていただきありがとうございました。